ス100本釣るのに何日かかるかチャレンジ、イエーイ。イルカ池にバス釣りに行こうと思います。いやー、何気にね、イルカ池でバス釣りするの初めてなんですよね。ワカサギ釣りはしたことあるんですけど、バス釣りは初めてということでですね、とても楽しみです。なんですけれども、なんかね、結構タクレイクって言われてるんですよ。なんでね、ちょっと不安でもあるんですけど、イルカ池の池ってなってるんですけど、人工的に作られたダム湖みたいな感じらしくって、まあなんでね、いつも相模湖で釣りをしている、ダム湖で釣りをしている私にとっては余裕でしょう。着きました。着いたぜ。はい、この赤い橋の下っていうねポイントが有名らしいんで、ちょっとやってみたいと思います。イルカ池、尾張東部の農業用のための池として1633年に江崎善左衛門などイルカ6人衆の努力により作られた日本有数の人工池なんだって。おお、すごいね。いい感じだね。こっち側もある。まずはパパッとね、スピ鍋を流していこうと思います。この水質きれいだ。ゴリが取れたよ。かわいいね。かわいい。この泳ぎ方ね、ポンポンポンっていう泳ぎ方。
とう。バイバイ。あれ？バイバイ。あらららー。バイバイ。ゆる会見難しかったですね。次またリベンジしたいと思います。リベンジということでですね、今日もまたまたゆる会見に行こうと思うんですけれども、さすがにねちょっとおかっぱりだとねまだ全然よく分かってない感じがしてるので、まあ、なかなかするのが難しいかなっていうことでレンタルボートをレンタルしました。なんでね今回はボートで自由自在に湖の上を動き回って釣ろうかなって思ってるんですけれども、なんかねイルカ池のねエレキがフットコンがね1台しかないみたいでもう借りられちゃってたんですよね。なんで今回はハンドコンをレンタルしたんですけれども、頑張ってやっていきたいと思います。はい、それでは、ね、三原茶屋さんでね出たいと思います。よし、釣れた。イエーイ。よし。バッケかわいいです。いや、ありがとう とにかく、ちょっとフリックシェイクでね、さっきその辺で釣れたから、もうポポッとね、皆さんに釣れるところをお見せしたいなと思ってる次第でございます。あ、来た。来たけど、これはギルあたりか。違った。イエーイ。釣れましたー。イエーイ。ブラバスゲッチュー。よし。さっきと全く同じ場所に投げまして。
やるんですが、お、もう早速ギルあたりがありましたね。さあこれはどうなんでしょうか。あーい釣れましたギルあたりを毎回勘違いする私ギルあたりと勘違いしたらいつもバスといういざ出船、レッツゴー、レッツラゴー、ウィーン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 。はい、ということで YouTube の生配信を終えて、今からまた一人調校するんですけれども、こちらのエスケープツインをね、さっきバラしたのが悔しいんで、同じポイントに行ってやりたいと思います。はい、ということで到着しました。さっきバラした場所、さてさて釣れるんでしょうか。
スバックリン、イエーイ。どんでん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 、ライブ配信の時にバラしちゃったバスちゃん、同じ場所で釣れました。イエーイ、取り戻したぜ。そうですね、釣れてとっても良かったです。最高、イルカ最高。また来たいと思います。ってことで、この動画をいいと思ってくれた方はグッドボタン、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。ご視聴くださいましてありがとうございました。バイバーイ。今日はね、配信でも小林ちゃんを連れてね、この前のリビング達成だったし、そこでまたね、大きい場所をだらしちゃって、その後に配信終わってからまた同じルアーでリベンジして、リベンジ成功で、リベンジ成功すぎました。やったねー。